次に木下智彦君。木下君。日本維新の会、木下智彦です。本日は稲田大臣にご答弁いただけるということでですね、先ほどの近藤先生じゃないんですけれども、私は本当に緊張しておりますので何どうぞよろしくお願いいたします。そうしましたらですね、もう時間がないので早速バンバンとお話を、したいと思います。まず最初にですね、今回のその法案の中でですね、消費税の転嫁拒否などの行為の是正に関する特別措置というところがありまして、まあ、これ私の解釈ではですね、まあ卸売業者がいて、で、大規模のその小売業者がいますと言ったときにですね、まあ消費税分はなんとかそっちで持ってよとか、そういうふうな形でこう、まあ、力を持っているものがですね、こうそあのまあ、卸売の、まあ、力の弱い方に対してですね、なんとかしてよというようなことをなるべくこうさせないようにするということが、まあ、一つの趣旨なのかなというふうに思っているんですけれども、ここのですね、その目的とですね、それからまあその中に特定事業者というものと、その特定供給事業者、まあこれが、卸売と、小売側と卸売側だというふうに私は解釈しているんですけれども、そこについてですね、ちょっと、ご説明をまずいただきたいなと思います。よろしくお願いします。公正取引委員会、杉本委員長。法律の趣旨は先生おっしゃるように価格形成において非常に弱い立場にあります中小企業者から今回の消費税の税率引き上げに関しまして、その消費税分が転嫁できるのかどうかということについて多大な懸念があることから、その消費税の転嫁を阻害する行為につきまして必要な措置を講じようとするものでございます。ご質問 の特定事業者と特定供給事業者でございますが、本法案においては特定事業者、特定供給事業者という、まあ、法律的な用語で定義させていただいておりますが、特定事業者というのは商品や勤務の買い手でございまして、まさにその規制の対象となるといいますか、消費税転嫁拒否行為をする恐れ可能性のある方でございます。それに対しまして特定供給事業者、これは売り手の方でございますので、まさに保護の対象となる方ということで、今先生がご指摘された認識で全く問題ないと思います。で、具体的に申し上げますと、大規模小売事業者との取引におきましては、買い手である大規模小売事業者、これが特定事業者として規制の対象になりまして、これと継続的に取引を行う納入業者、この方々が特定供給事業者として保護の対象になると考えております。で、これ以外の取引におきましては、資本金の額が3億円以下の事業者等と継続的に取引を行う買い手が特定事業者となりまして、また売り手、これが3億円以下の事業者が特定事業者として保護の対象になるという構造になっております。以上。木下智彦君。はい。今のですね、その定義なんですけれども、私これちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思ってるんですね。というのは、その、まあ、大規模のその小売事業者っていうのは、まあ、これはわかるんですけれども、その特定事業者から継続して商品または、役務の提供を受ける法人事業者というのも、その特定事業者の中に入っているんですね。で、これ、継続してなきゃ、いいのかという話がまず一つあると思っています。というのはですね、まあ、ちょっと後で私のその、まあ、経験も含めてお話しさせていただきたいんですけれども、セールなんかの場合はですね、スポットで、契約を取ってですね、やるような、まあ、形をやってですね、で、それでまあ売り上げが良ければ、そしたらまあこれから先もうちょっと違う商品入れていいよというふうな人たちも、まあ、会社なんかも多いんですよね。で、それからですね、まあ、それ以外のところも資本金などが3億円以下である事業者、もしくはその個人事業者というのが特定供給事業者というふうな形になっているんですけれども、ここをですね、それに絞っていいのかなというのが、ちょっと私としてはですね、ちょっとおかしいんじゃないかなと思っております。というのはですね、私、まあ、比較的大きな会社に勤めておったんですけれども、まあ、昔ですね、
まあ、大手の量販店さんに相当な数のですね、商品を納入しておりました。で、その時のですね、話をするとあれなんですけれども、まあ、例えばですね、大手の量販店、まあ、この頃はもう体質変わってらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、バイヤーさんのところに、まあ、物を売りに行くわけです。まあ、お願いしに行くわけです。で、私がお願いしに行ってもですね、まあ、他の、農業業者さんもそうなんですけれども、まあ、6時間ぐらい待たされたりすることもですね、あるんですね。で、まあ、そうじゃなくても、2、3時間ザラなんですよ。で、何時に来てねって言っても全然、まあ、なかなか来ないと。で、まあ、どうするかっていうとですね、私なんかはその、まあ、受付の方とですね、仲良くなって、こう、前に順番をしてもらうようにしたりとかですね、まあ、そういうことを、まあ、毎日やってたんですね。で、それでまあ、バイヤーさんが来てですね、話をするとき、まあ、待ってるとき、まあ、場所を取る、受付の、打ち合わせの場所もですね、取り合いなんですよ。で、取り合いだし、もっと言うとですね、相手の会社さんに行ってるんですけども、その、打ち合わせのですね、部屋の中にですね、自動販売機が置いてあるんです。で、何してるかっていうとですね、先に、そのバイヤーさんが来る前にですね、私が、そのバイヤーさんの好みのですね、コーヒーだったり、ジュースだったりをですね、買っとかなきゃいけないんですよ。これ本当の話なんです。で、違うものを持ってって、やったりとかするとですね、なんか、もうそこから機嫌悪いんですよね。もうこんな状態で、これがまあ普通な状態でした。で、今はだいぶその改善されてるかと思うんですけれども、まあそういう状態が、まあ、卸売と小売の関係だったと思います。で、もっと言うとですね、これバイヤーさんだけじゃないんです。例えばですね、セールに、まあ土曜日、日曜日セールやってますよね。ああいう時にですね、こう、まあ最近は少なくなってますけれども、エスカレーターのところにこう、上りが立っていたりとか、して、どこどこの商品とかっていうふうに上りを立ててあるんですね。で、あれもですね、私がですね、こう、まあ土曜日の朝とか、開店前に行くわけですよ。行って、そこのフロアマネージャーの人にですね、まあここにこう立たしてくれと。こう立てさせてくれというふうに言って、で、あ、いいよというふうにして立てるんですけれども、昼間、昼ご飯を食べに行ってる間にですね、違う業者に変えられちゃうと。で、それぐらいのこう競争がばーっとこうあってですね、もうそのためにもう必死になってですね、例えばもう裏のその在庫の整理から何まで全部私が代わりにやりますよとかですね、あとはその、まあパートのおばさんなんかもですね、まあ年金の入ったような人にはですね、私が代わりに売りますから、その売り方を真似てやってくださいと。これを毎週続けるんです。そしたらそのうちですね、まあ楽しくなってくるんですね、売れるんで。そしたらもう行かなくなってもですね、どんどん売ってくれると。こういうような、その努力をですね、卸売の人たちはやっておりましてですね。で、これを考えるとですね、別にその、なんかもうその中小であるとか、小規模であるとか、3億円以下がどうとかっていう、そういう問題じゃなくてですね、実態は、卸と、それから小売のですね、関係というのはこういうもんだと、私は思っております。で、これがですね、今がその、まあ、インターネットなんかの販売もどんどん売り上げ伸びてきてはいますけれども、まあ、インターネットの販売でもですね、モールにですね、こう、商品を、こう、上げてくださいというのも、やっぱ同じようなことをやってるんですね。で、これは、やはり私は大阪出身なんで、お客さんも神様ですと。これ、その、小売業者はですね、卸売業者にとっては神さんなんですね。神さんって言ったら、まあ、関西弁ですけども、神さんなんです。で、ただまあ、普通の神さんは悪いことはしないというのが、まあ、神さんの普通の話なんですけれども、まあ、そうは言いながらもですね、まあ、ここ競争が相当あるので、これ、ここの中でですね、規定でですね、まあ、例えばその、まあ、中小に限ったり、個人事業者だったりとか、あとは3億円以下だと。いうふうに、これやってること自体がですね、おかしいんじゃないかなと。ましてや、こうやって、それやるとですね、逆のことが起こると思ってるんです。というのは、なぜかというとですね、まあ、それ以外の大きな会社さんはやってもいいんですよ、というふうになっちゃうとですね、小売業者からしたら、いや、これ、ここの中の規定にない人たちだから、あんたたちは、その、消費税分持ってもらってもいいよね、というふうに言われちゃうとですね、小規模の、会社さんはですね、逆に損を、なかなかこう、納入させてもらえない状態になると、そういうことも考えられるので、この辺をですね、どういうふうに考えていらっしゃるのかということをですね、お聞かせ願いたいんです。公正取引委員会、杉本委員長。
法案につきましては先ほど申し上げましたように中小企業所 の方々がその価格交渉力が弱いということから、消費税の転換に対して、そのいろんな阻害要因があるということを除去しようというような趣旨でございます。先生おっしゃるような経実態というのを十分踏まえなきゃいけないと思いますがので大規模小売業者 の取引におきましては買い手である大規模小売事業者が規制の対象になりますのでこれと継続して取引を行う納入業者これは大小にかかわらず対象としているところでございます。そうしたことで 大規模小売事業者との取引関係においては、経営規模の大小にかかわらず対象にしているところでございます。それから継続的な取引関係がある場合ということでございますがこれは買い手が売り手に対して転嫁拒否等の行為を行った場合に売り手にとりまして買い手の取引の継続が困難になるということが経常大きな支障をきたすため売り手はこれを受け入れざるを得ないというこういう事情に鑑みまして本法案では売り手と買い手の間に継続的取引関係がある場合を規制対象としております。ただこの継続的取引関係というのは業者間事業者同士の間の関係でございまして個別の商品だけを見るものではございません。本法案 の執行にあたりましてそういった、その価格形成の時にですね弱い立場にあるということから転嫁がなかなか難しいというような事情を背景に、こうした人を対象にしてやっているわけでございます。それから大規模大企業同士の取引に関しましてはこれは改めまして別の法律すなわち独占禁止法等で、対象になることはあると思っております。木下智彦君。そうなるとですねやはりここ の法案だけではですねやっぱりカバーしきれないもしくはその認識としてですね、これだけを、一般 その人たちってあんまりちゃんと、これだけは話題になってしまうので、しっかりですねそのガイドラインなんかを書く際にですね、他の法律なんかもですねしっかりとその加味した形でガイドラインをこれ書かないとですね、相当ミスリードが起こるだろうと。で、今日の朝からもずっとこう質問を皆さんされてますけれども、いろいろこうやっぱり懸念出てきます。でやっぱりそこを考えるとですね、そのガイドラインというのがですね相当こう分かりやすく、シンプルで、たくさん書いちゃうとですねこれまた読まないんですよね。だからそういう意味ではしっかりとシンプルでかつその網羅的に書けているものっていうのがですねどうやって作れるかというのが一番ポイントになってくるかなと思っておりますのでぜひその辺をですねしっかりと検討いただきたいなというふうに思っております。で、じゃあ次の、質問をさせていただきます。この法案なんですけれどもですねその平成29年の3月31日を限りで効力を失うというふうに書いてあります。で、こことそれか施行をいつにするのかというところがですねちょっと私、懸念していることがありますので、ここをそのなぜ年限設定されているのかということをですね、ご説明いただければと思います。公正取引委員会杉本委員長。法案につきまして、施行は国会としていただきましてできるだけいろんな先ほど先生がおっしゃいましたガイドラインの準備、それから、いろんなその構築期間そういうものを勘案しましてできるだけ速やかに執行をしたいと思っております。その上でその執行期間との執行日との関係でございますがこれは税制抜本改革法を前提といたしまして、その法律の7条でございますでしょうか。それでその転嫁を円滑かつ、適正に行うということになっておりますので、それを踏まえてこの法案を出していただいてますので、その関連で、その来年の4月1日が 8%、再来年の、10月からが 10% といいますので、そこからまた1年半ということで、執行日を29年3月31日とさせていただいているところでございます。木下智彦君。そこがですね、私はちょっと問題なんじゃないかなと。いわゆるその消費税法
の中にですね、もともと書いてあるのが平成23年度から、平成32年度まで平均において名目経済成長率 3% 程度かつ実質経済成長率で 2% 程度を目指した望ましい経済成長のあり方に早期に近づけるための総合的な施策の実施、その他の必要な措置を講ずるというふうにこれ書いてあってですね、それがこれどう捉えたらいいのかというと、これは前 の, 政権の時にですね、決まった法律なんであれなんですが、消費税引き上げの条件のようにやっぱりその国民にとっては見えていると思うんですね。と言いながら、もう それが32年までだと言いながらですね、もう8% にするんだと、それからその後 10% にするんだと、今おっしゃられた、日付でやられるんだというような形になっているのをですね、私はちょっとこの整合性がまずわからないんですね。で、もしもその条件クリアできない、見込みがもう全然立たないと、今、政府頑張ってらっしゃいますけれども、もしもそうだった場合にですね、わからないものに対するその対処としてですね、この年限をですね、29年3月31日までだというふうに決めてしまうっていうのの、ちょっとその前後関係がですね、私にはクリアではないんでですね、その辺をもう一度説明いただけますでしょうか。公正取引委員会、杉本委員長。まずこの法案につきまして国会を通していただけましたら、できるだけ先ほど申し上げたようなことで速やかに施行したいと思っています。理由は、それは来年、この法律に基づきますと来年消費税率の引き上げということに、なるというこの法律の前提になっておりますので、そういたしますとすでにさまざまな来年の春のに向けた価格交渉とか準備活動が始まっておりますために、それによりまして中小企業者等が買い叩き等の被害に遭いますので、そういうことで施行 の, 日にちを考えさせていただく必要があると考えているところでございます。で執行日の話につきましては、あくまでもその税制、改革、抜本改革法が前提となっておりまして、そういう前提のもとで、考えている話でございます。先生おっしゃるように、その消費税を、に対してその経済状況等 の, 判断はあるかと思いますけれども、それはそれといたしまして、法律上は、もしそういう場合には法律の改正も必要であるんでございましょうし、法律上はそういう判断をするということは前提になっておりますが、その施行期日まで入っておりますので、それを前提とした法案、抜本改革法に基づいた法案ということで、執行日を29年3月31日とさせていただいているところでございます。木下智彦君。はい、そういう意味ではですね、先に当然これは措置をやっとかなきゃいけないということでは、今やんなきゃいけないことだとは思うんですね。ただちょっと間違うとですね、もうすでにその消費税上げること、その条件も何もなくてですね、既成事実化しているような、そういうふうな解釈もされる可能性があると思っていまして、今のその景気動向を見ているとこのままうまくやっていって、その成長戦略がうまくいけばですね、素晴らしい形になってですね、消費税も上げていけるように、な条件が揃ってくるだろうというふうには思っていますけれども、ここはやっぱり気をつけなきゃいけないことなんじゃないかなというふうに私は思っております。それからですね、聞くところによると、その29年の3月31日までというふうに、するというですね、一つの理由のように、私、説明を経産省さんの方から聞いたんですけれども、経産省じゃないな、これはだどこ、公正取引委員会ですねから聞いたんですけれども、経産省さんもそうですね、すみません。要はこの、その法律施行にあたってですね、人員を、その転嫁対策調査員、調査官という形でですね、人員をですね、相当な方をですね、使われるというふうに聞いております。で、その人数感をですね、今分かっている範囲内で結構なんで、
教えていただきたいんですけども、あ、ちょっと説明があれでしたね。その3月31日までに、29年の3月31日までにしているのは、そのたくさんの人数を、抱えてずっとやっていくわけではなくって、ある程度年限を切ってそこまでに実行していくということのために、この日付を設けたという理由も聞いております。で、その中でその人数についてちょっと教えてください。内閣官房斉藤準備室長。お答えいたします。政府といたしましては、今回の今ご審議中の法案を受けまして、転嫁対策にしっかり取り組むため必要な体制整備を行うこととしております。具体的には転嫁拒否等の行為の取り締まり監視強化などのために公正取引委員会中小企業庁合わせて600名程度の増員を臨時的に行うものと承知しております。その他の各業界の所管省庁におきましてもそれぞれ数名から二十数名程度配置する予定と承知しておりますが、転嫁拒否等の調査指導などの業務を行うにあたりまして必要な人数についてさらに具体的な検討が必要な状況にあると承知しております。木下智彦君。はい、私の手元にあるのでだとですね、公正取引委員会から119名、それから経産省、中小企業庁から474名というふうな数字が出ております。で、これがですね、いつさっきの話じゃないですけども施行されるかによっていつから、そういう人たちを配置するのかっていうことだと思うんですね。っていうのはやはりまず最初に 8% になりますと言った時には人いなきゃいけないんですけども、いつちゃんとやっとくのかっていうことと、それからですね、これ本当に必要なことかっていうこともあるんですけれども、なぜならばやっぱりこれだけの多い人数なんですね。600名ぐらいの人数になると。で、各省庁さんも、他で出してこられるということなんですけれども、これ普通ですね、考えたらその年限があるっていうことはその後その人たちどうなるのかなということを考えるわけです。で、一般企業だったらですね、そういうその人数を投じた場合にですね、その後のグランドデザインもちゃんとこう考えてですね、それで措置をこう取っていくっていうのが普通だと思ってるんですけども、その辺はどういうふうな仕組みになっているのかをちょっと詳しく教えていただきたい。内閣官房斉藤準備室長。はい、お答えいたします。いつからということに関しましては、この法律の施行に合わせてということになろうかと思います。それで、先ほどご答弁の際に、臨時的にというふうに申しました。それぞれの役所で、今先生がご指摘のような問題も十分認識した上で、それなりの対応を考えていると思いますけれども、一つのやり方としては非常勤職員という形で、仕事に携わっていただくというやり方があろうかと思います。それぞれ各所それぞれの考え方があろうかと思います。これも一つの一例ということでお考えいただければと思います。木下智彦君。非常勤職員ということになると、いわば非正規な人たちをですね、600名ぐらい雇って、で29年の4月1日になったらもういりませんという形になると。で、これ今政府が考えているその非正規社員ですね、どうするのかという話を考えてもですね、ちょっとそのあまりにもですね、おかしいんじゃないかなと思ってるんですね。で、それからもう一つ、この転嫁対策調査官というふうなものを考えたらですね、今私ちょっとその経験述べさせてもらいましたけども、実際に何が調査できるのかと、プロフェッショナルな人がですね、中見てですね、あんたちょっとこのやり方、その法律とそのそぐわないことやってるよねということを言うのはできると思うんですけれども、実際にですね、その商売をやってる人の間に入っていってですね、ちょっとおかしいというふうなことを見えるようにするっていうのはですね、普通にその非常勤の人たちが入ってきてですね、できるようなものかと考えたら、これ絶対ありえないと思うんですよね。この辺ですね、人だけこうやってしまえばいいのかっていう問題があると。それから逆を言えばですね、600人多いように思うんですけれども、実際にその、世の中いろんなところでその商売やられていると。で、そこに対してですね、ある程度こうどんどんとその中身入っていくって言ったら、600人で逆に足りんのかと
という話も、逆に考えられるわけです。だからこれがですね、その聞いてると、その前回の消費税上げた時のその人数感に、即してこういうふうにしたというふうに言ってるんですけれども、ここに実効性は私ないんじゃないかなと。で、人数でやるんじゃなくって、やはり罰則規定とか、そういうものもですね、合わせ持った形でしっかりとやっていくと。で、それからもう一つは、さっきお話しましたけども、そうじゃなくてもその分かりやすいそのガイドラインとかですね、そういうものの整備の方をですね、しっかりやっていけばいいと思っていて、この人数がですね、無駄になる可能性もあり得ると思ってるんですけど、その辺のことはどうお考えでしょうか。もし、よろしければ。ずっと見ていただいているので、稲田国務大臣。はい、今日は、委員のですね、ご自分の経験に基づいたさまざまなですね、ご指摘をいただきまして、私も引き込まれながら聞いていたところで、ございます。委員長から答弁しましたように、一般的には独禁法で不公正な取引、優越的地位を利用したと。そして今回は、消費税、増税に、伴ってですね、集中的に起きるであろう、中小企業に対する転嫁拒否等をですね、きちんと取り組んでいこうということでございまして、今人数の問題などもご指摘ありましたが、政府一丸となって体制を整えて、取り組んでまいりたいと思っております。木下智彦君。ありがとうございます。大臣のですね、お言葉はいただくのを実は待っておりましたありがとうございます。もうほとんどですね、聞きたいこと、終わってしまったんですけれども、やはりですね、こういうことを考えるときには、その、商売をですね、実際にやってる中でですね、起こったことっていうのがですね、なかなか、その、普通、省庁にいらっしゃれば、これ失礼な言い方になってしまいますけども、なかなかわかんないと思うんですね。で、どうしても、そうじゃなくても、例えば商売やってる人間からしてもですね、よそが何やってて、どういうふうな交渉してるのかっていうのは、これなかなかわからないです。で、言えばですね、当然その中で話しているときはですね、卸売がですね、小売に対して話すときは、いやいやもうこれは消費税分、うち持っときますわと、他が何言ってるかわからんけれども、うちはそれはなんとかこっちでこらえてやりますよというふうに言ったところがですね、やっぱりその納入、勝っていくっていう、そういう図式があって、それがその競争を生み出してですね、商売を強くしていく。ことだと思ってるんですね。だからやっぱりその、ある程度のその、法の規制っていうのは、今日、うちの丸山議員も言っておりましたけれども、しなきゃいけないですけれども、その、商売を、その、経済的なですね、成長をですね、促すためには、やはりその競争をですね、助長してやらなきゃいけないと。助長してやらなきゃいけないけれども、規制はやるんだよと。ただ、規制をやるときにはですね、実効性のある形で、やっぱりやらなきゃいけないと。で、今、正直言って私、これはですね、まだまだ片手落ちなんだろうなと思っておりまして、ここをですね、やはりこれから詰めていくところ、いっぱいあると思うんです。で、そのためにですね、今の状態だけではなくてですね、やはりプロフェッショナルな人のですね、意見をもっと聞いてですね、中身のあるですね、法律にしていっていただきたいなというふうに思っております。その点について最後もう一度稲田大臣よろしくお願いいたします。稲田国務大臣はい、さまざまな観点をご指摘をいただきました。やはり今回のですね、本当に2段階にわたって消費税が増税される、その集中的な期間に限ってですけれども、法案を出させていただいて、これが実効性あるものにするために政府一丸となって取り組んでいきたいと思っております。木下智彦君。ありがとうございました。質問を終わらせていただきます。